担当名、国光、仙台藩主座手家伝来品。東京国立博物館所蔵。神道五国光は、鎌倉時代後期の相模国にて活動した投稿。永人元年から元行四年までの在名作等がある。総集伝と呼ばれる作風、系統の実質的創始者である。法名は、光心。担当名、国光の茎。指表に、国光と名を切る。 刀剣の古伝書に書斎する国光の系譜は、諸説。詩については、備前三郎、国宗、一文字助真、ザネ、の族、田口国綱の三説があり、国綱を、父、国宗を詩とする説もある。最古の刀剣書である、勘字院本、名人の写本だが、本文は、昭和五年、1316年時点の内容を含む、には、以下の二つの異なる経図を挙げている。 相模丹谷経図、貞国国広助真国光、国重、国広、雪光、正宗、鎌倉丹谷,谷国衆国光、新道太郎、新道文史郎大神某東なり、雪光藤三郎入道、国光弟子、前者の経図によれば、相模国丹谷の祖は、貞国で、国光の死は、一文字助真となる。そして、国光の弟子として、 国重、雪光、正宗は挙げられている。後者の形図によれば、国光の師は、備前三郎、国宗、国光の弟子は、新道太郎、弟文四郎、問い書きの大臣、王友慶、藤三郎雪光入道らとなる。国光を、淡田口国綱の子で、備前三郎、国宗の弟子とする説、室町時代以来の通説である。こちらは、国綱の活躍年代との差から、 国光を国綱老後のことする説や初代国光がいて、二代国光が神道五国光を名乗ったとする説等がある。前述の勘違本、名人には亀山上皇が大和東馬に行刑した際、神道五国光の祖父が上皇に立ちを献上したとの記事があることから、大和東馬の単野との関連を指摘する説もある。なお、刀名、神道五長瀬部国光から、 神道士、長谷部姓、あるいは、長谷部獣とも解釈されている。刀名並びに、凡人により、神言密教系の法師単野とされる。淡田区伝と美宣伝を受け、淡田区伝の高貴な姿の自家人を基調とし、それより、逃げが強く、波紋に金筋、稲妻が現れ、磁場の強い総集伝の基礎となる姿。明治は、左あざ、北間と言われている。 担当を得意とし、立ちの策は稀である。担当名、国光子らえ、金なし青葵門さん、負け合い口ごしらえ国宝、重要文化財を含む、主な当件は、以下の通り、国宝重要文化財、重要美術品等文化庁による、所在確認調査の結果、所在不明とされた物件については、所在不明とした。ありがとうございます。